工作用紙を使ってタコ糸で操作をするクレーンゲームを作りました。タコ糸をつまんで前後や左右に自由に動かすことができます。タコ糸の右と左を交互に引っ張り上げるとアームを開けたり閉めたりすることができます。これを使ってお菓子を取っていきたいと思います。上手にお菓子を取り出すことができました。この動画ではタコ糸で操作をするクレーンゲームを全部で5つの工程に分けて順番に詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで見てください。あと、この動画を見てくれて面白いなと思ってくれたらコメントを入れてくれたりチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。タコ糸で操作をするクレーンゲームの作り方を紹介します。材料は工作用紙とタコ糸です。はじめにアームが開く仕掛けを作っていきます。工作用紙を折り曲げて 1cm の柱を作ります。次に縦が 4cm、横が 15cm の紙を折り曲げてアームを入れる箱を作ります。先ほど作った柱を 5cm ずつ4本切ってこれを組み立ててアームを作っていきます。ハサミで 1cm 切り込みを入れて中に折り曲げたらそこにグルーガンを塗って柱を押し込みます。反対も同じように作ってこれでアームの形ができました。アームを入れる箱の両端を少し切ってアームが動く隙間を開けます。アームの根元に竹ひごが通るぐらいの穴を開けます。できるだけ隙間が大きくて自由に動けるぐらいの大きな穴を開けます。反対も同じです。アームを入れる箱にも竹ひごを通す穴を開けて、アームの根元には糸を通す穴を開けます。この穴にタコ糸を通して2つのアームの根元を縛っていきます。2つのアームの間隔がだいたい 2cm か 3cm ぐらいになるように縛ります。アームを箱にセットしていきます。竹ひごを通して片方をグルーガンでしっかりと固定をします。反対側は少し長さが残るようにして切っておきます。反対も同じです。本体の裏側にだけグルーガンをつけました。ここからアームを動く仕掛けを作っていきます。タコ糸を上から通して下からまた上に戻します。こうするとタコ糸を引っ張ることでアームが動くようになります。そのままタコ糸をもう反対側のアームの上から下に入れてまた下から上に戻します。これでちょうど糸が輪っかになります。これをきつく縛っておきます。余ったところは切ってしまいます。次にアームの根元同士を結んだタコ糸に新しいタコ糸を通します。通したタコ糸をしっかりと結んで余った方の長い部分を本体の上から出しておきます。上から引っ張るとアームを締める動きができるようになります。最初に輪にした方のタコ糸に新しいタコ糸を縛り付けてまた本体の上から出します。こうすることで締める動きに加えて今度は上に向けて開く動きができるようになりました。これで左右のタコ糸を交互に引っ張るとアームが開いたり閉じたりする動きができるようになりました。次にアームが上下に動く仕掛けを作っていきます。高さが 5cm で 2cm 四方の柱を作ってアームを入れる箱にひっつけていきます。中から2本のタコ糸を通したらアームを入れる箱に 2cm の柱を両方からひっつけていきます。表側と裏側それぞれにグルーガンを塗ってしっかりと固定をします。今の 2cm 四方の柱よりも一回り小さな 1cm5mm 四方の柱を作ります。長さは先ほどと同じ 5cm です。そして 1cm の柱も作ります。2cm の柱、 1.5cm の柱、 1cm の柱それぞれに穴を開けてこのようにつなぎ合わせます。これからタコ糸でこの3つを縛っていきます。2cm の柱にタコ糸を通してこれをしっかりと結んでおきます。結んだらその先を 1.5cm の柱に通してこの柱がちょうど抜けないぐらいのところにセットをしてタコ糸で縛っていきます。こうすることで柱を引っ張っても抜けなくなりました。同じように 1cm の柱にもタコ糸を通してちょうど 1cm5mm の柱から飛び出さない位置にセットをして同じようにきつく縛っておきます。縛り終えたら余分なタコ糸は切ってアームからつながっている2本のタコ糸を柱の上から出しておきます。アームが締まった時にお菓子が取りやすいように持ち手をつけていきます。アームを斜めに切ってその先に縦が 3cm、横が 2cm の持ち手をつけていきます。これは大きければ大きいほどお菓子が取りやすくなるので好きな大きさに切っておきます。左右のアームの先に持ち手がつきました。これでアームの完成です。次にアームが前後左右に動く仕掛けを作っていきます。ストローを 4cm の長さで2本を切って柱の一番上に両端から挟み込むようにしてつけていきます。ストローがちゃんと平行に取り付けられたかを竹ひごを通しながら確認をして竹ひごを好きな長さにカットします。次にストロー 5cm の長さで2本切って先ほど通した竹ひごの両端につけていきます。この時もちゃんと平行につながっているか柱を動かしながら確認をしながらつけていきます。これでアームが前後左右に動く仕掛けができました。次に本体を作っていきます。1cm 四方の柱を4本作ります。4本のうち2本の柱の両端に竹ひごが通る太さの穴を開けたら両端から挟み込むようにしてセットをします。セットできたらグルーガンを流し込んで竹ひごと柱を固定します。縦2本の柱の間に横2本の柱を挟んでこれで天井部分が完成です。続いてさらに8本の柱を追加してそのうち4本を本体の柱にしていきます。柱ができたら今度は床を作ります。これでちょうど箱ができました。箱ができたら床の部分を少し補強しておきます。補強ができたら商品を乗せる土台を作っていきます。乗せたい商品の大きさに合うように土台の高さを考えながら本体にしつけていきます。商品を落とす穴を開けてその周りを囲うように柵を作っていきます。商品の取り出し口の穴を開けてその穴の周りを囲うように枠をセットしていきます。これで本体の完成です。最後に飾り付けをしていきます。チーク地のシールをアームを入れる箱の前に貼ったらこれでタコ糸で操作するクレーンゲームの完成です。